ートナイトのミュージックブロックを使って音楽を作りましょう。最初にスマホを持った状態でオプションを開き、グリッドスナップの項目をオフから8に変更します。地面に床を置き、仕掛けの項目からシーケンサーを選び、上に重ねて設置します。ギャラリーの項目から縦8マス横8マスの格子模様の床が含まれるセットを選択し、シーケンサーの横に並べていきます。 8×8 の模様であればどの床でも使うことができます。設計図は一度に床2枚分を表示するので、床2枚ごとに目印を置いていきましょう。ギャラリーの項目からミュージックブロックを選択し、地面に呼び出します。左から四角で囲んだ音階と丸で囲んだ音階が並んでいます。設計図で音階を確認しながら、スマホを持った状態でミュージックブロックを選択し、床に置いていきましょう。演奏が長くなる場合は途中でもう一度シーケンサーを置いて向きを変えましょう。この動画ではミュージックブロックの種類に番号をつけて解説しています。ミュージックブロックを出び出した直後のプレイヤーに最も近い手前の列を1番、奥隣を2番とし、一番奥の17番までの列を全て番号で呼びます。作り方は以上です。最初の設計図を見ながら作ってみてください。